第2、3位、第2、3位、火火、有馬山名の笹原風吹けばいでそよ人を忘れやわ、する、京都市上行黒残寺内第2、3位頃、永宝二2年頃、は、平安時代中期の女流家人、女房36火線の一人、藤原信隆の娘、母は紫式部、本名は、藤原里子、藤三位、越後弁、弁馬とも呼ばれる。 長宝3年3歳頃父、藤原信隆と死別。藤原信隆と紫式部の結婚生活は3年、あまりだった。昭和6年18歳頃、母の後を継ぎ一条院の女院秋子に女房として出資。この間、藤原頼宗藤原定より、玄長勤村と交際があったことが知られている。その後、関白、藤原道兼の次男、兼隆と結婚。 カズメの源の両宗室を設けた。万寿二年、親父親王の誕生に伴い、その乳母に任せられた。長略元年までの間に、東宮県大臣、高品成明と再婚、同二年、高品多めえとカズメを設けている。天行二年、五霊勢天皇の即位と共に、十三位に少女、夫、成明も、太宰第二に就任した。歌や、 実生活から、母の紫式部と比べ、恋愛の駆け引き上手というイメージを持たれることがある。売価に添えて、第二三位に使わしける剣中なごんさだよりきぬ人に、よそへ手みつる梅の花さんんあ後のなくさめそなき返し、第二三位春ことに心をしむる花の枝に高菜を、さりのそでかふれつる、新古根若衆巻。 第一瞬過剰、かれかれなる男のおほつかなくなと、言いたりけるに読める。第二三位、ありまやまいなの篠の原吹雪きはいてそうよ人を、忘れやわする。五衆いわか衆、第十二連に。ありがとうございます。